チャオ、小泉です。ということで、今日は、なんと元気さんに来てくれました。お願いします。お願いします。初めまして、元気ジャパンの元気です。よろしくお願いします。お願いします。元気さん、僕あの、はい、お会いするのは今日初めてなんですけど。そうですよね。あの YouTube で、はい、ちょこちょこ元気されてきてて。マジですか。これ何者なんだろうと思ったら、今日来たんで。そう、ちょうど知り合いの紹介でさせてもらって、うん、こんな感じに練習もガッツリやってもらえると思ってなかったので。僕は YouTube パッと開くと出てくるんで、はい、僕の中でも有名人ですよ。あ、本当ですか、うん、あれじゃない、僕はちょっと、そうですね、ちょっと最初はコヒさんと呼んでいいですか。あ、もちろんもちろん。はい、マサトさんの YouTube 経由で知りました。あ、そうですか。はい、それこそ、格闘技始めて、2年ぐらいしかたってなくて、あんまり知らなかったんです。徐々に知ってきたんだけど、なんか、レジェンドってことだけ分かってたんで、はい、緊張しました。じゃあもう、マサト派じゃなくて、小昼巻きだってことですか。そうです、マサト会った後に。会ったらすぐ気になる。でも、元気さん、ね、元気さんの YouTube ってあれですよね。声かけて、そうです、そうです。これも日本と、まあ、海外とかもあったりして、うん、まあ、ナンパだったりとか、ちょっとなんか、うん、面白かしい、うん、なんかドキ仕掛けるみたいなことをやってます。うん、はい、あれはなんかこう、どういう経緯でこうなったんですか。まあ、いろいろしたんですけど、まあ、僕が海外経験、留学とかしてて、うん、まあ、その時の海外の、なんて言うんだろう、初対面の人とフランクに話す文化みたいな、うん、がすごい好き で、うん、でそういう海外の YouTuber みたいなのもいたんですよ。なんかちょっと街中の人に仕掛けるみたいな、うん、で笑わせてみたいな、うん、ナンパだけど楽しませて女の子も喜んでるみたいなのが、うん、あ、かっこいいなと思って、うん、俺もじゃあこれ日本でやろうって感じのがきっかけですね。あれ、ちなみに日本でそのナンパ系の YouTuber って他にいるんですか。一応何人かいるみたいですけど、多分そうですね、なんかナンパのアングラのなんかナンパ商材みたいな、うん、その YouTuber じゃなくて、うん、Twitter とかでなんかそういう発信をしてる人いたんですけど、うん、がっつり顔出して YouTube でナンパって人は多分僕が初めてです。あ、なんかもうだからあれですね、日本のナンパ師といえばっていう感じにもなってますね。それをだからもう日本でなって、さらに世界でそうさせたいなっていう感じで活動してます。それなんか世界で行きたいっていうなんか理由あるんですか。理由、まあそうですね、やっぱ海外の文化好きだったっていうのもあるし、やっぱりなんか留学してた時とかにも言われたんですけど、やっぱり日本人の男ってモテないよね、かっこよくないよねみたいな結構言われてたんですよ。へー。日本人女性とかにも言われてて、やっぱ海外の男がいいとか、悔しくて、その時に悔しいですね、悔しいなと思ったんで、だからやっぱ日本人の男子でも世界で全然コミュニケーション能力とか、まあ、英語力とかそういう立ち振る舞いで、うん、全然やっていけるよっていうのを見せたいっていうのもあるし、うん、で、まあ、もちろん世界の日本の人じゃなくて世界の人にも見てもらって面白いと思われたりとか、うん、っていう、うん、俺らの式さ、難しいですね、外国人選手、こうしてくるんですか。僕はそっちだよ。格闘技はね、強そうですね。でもそれで今何万人ですか。今 YouTube 40万人ちょい、40万人、TikTok、TikTok は60万人ちょい、すごいですね。いやでも格闘技ちょっとかじってるだけなんですけど、うん、大変さも少し分かって、はい、もう格闘家の人にはリスペクトしかないです。あ、そうですか。はい、ほら、ちょっと僕もう 1-2kg の減量ですね、きついなと思います。うん、まあ、試合も怖いし、うん、結構ビビりなんですよ。うん、それが結構格闘技始めたきっかけでもあって、ビビりの男かっこいい。いや、僕は戦うのはね、それはそこまでビビりないんですけど、ナンパの方がビビります。本当ですか。いやー、でも僕もなんか何人かの格闘家の方とコラボさせていただいたりとかで、結構ナンパ対決とかしたりしたんですよ。はい、みんなそう、ナンパの方がみたいな言う人もいて、僕からしたらもう、格闘技の試合の方がもう何百倍も緊張するし怖いって僕は思うんですけど。ちなみにナンパする、はい、成功する、この何ていうんですかね、成功するなんか秘訣みたいなのがあるから、例えばじゃあ仮に3つ挙げるとしたら、3つ、うん、仮に、まあ、外見とか言葉とか言う前に言わないですね、はい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 、
まあでも確かにやっぱナンパっていきなり初対面の人に話しかけるんで、うん、見た目はすごい大事だと思います。見た目は、はい、その清潔感とか、うん、そのしっかり身なり整えるとか、うん、髪をしっかり整えるとか、うん、まず今ちょっとシャワーみたいなあれでしっかり整えてるんですけど、しかも見た目と、うん、僕が大事にしてるのは結構距離感、距離感、はい、なんか結構格闘技に似てる部分があるなとちょっと思ってるんですけど、そのやっぱいきなり女性のパーソナルスペースに入ってしまったら、うん、もう嫌悪感しかないというか、どんなに口を持っても全く知らない人が近くに来ないって嫌じゃないですか、うん、だから、うん、はい、最初距離感を徐々に縮めるっていう感覚というか、徐々にで、なんか本当に、まあ、言葉ですけど、うん、ジャブって、うん、なんかどの感じ、どれが刺さるかなみたいな、あ、誘いのジャブを使って距離感ですね、うん、距離感を僕は結構意識してるかもしれないです、うんうん、で、あとは、うん、やっぱ自信持った自信がある態度とか言葉とか、やっぱりそんないきなり話しかけられてなんか自信なすぎもしよかったなぐらいだとやっぱ女の子はいやこの人と言っても楽しくないでしょって思っちゃうと思ったら、やっぱなんかいかに俺とデートしたらなんか面白そうとか、まあなんかちょっと気になるなとかそう思わせないとやっぱしない、そこが大事だ。これあのうちのジムって経営者が、はい、全部経営者来てるんですね、うんうん、ビジネスマンが、はい、なんかこの何ていうか、まあね、交渉するとか、うんうんうん、こうねやるじゃないですか、はいはいはい、なんか似てますよね、確かにね、そうか、営業とか営業とかね似てるのかなと思います。ジャブ解いて、うん、でね、距離感取りながら徐々に心入って、はいはいはい、決めるみたいな、はいはい、ね、そんな感じではありますね、確かに。だから多分仕事も相当できますね、きっとね。どうなんすかね、うん、僕はそれこそちゃんと働いたことなくて、うん、大学辞めて YouTube 始めてるんで社会人経験がないんですよ、はいはい、で、なんか結構周りから営業できそうとか言われたりするんですけど、うん、ちゃんとやで、それこそ最近、うん、その企業の方とかと、うん、まあ、タイアップの話とかを自分で取りに行ったりとか、うん、絶対取れてるんで、それってでも、うん、ナンパとすごい似てるというか、ナンパって自分が商品じゃないですか。で、その YouTube の動画とかってほぼ自分のなんですか、うん、作品だし、はいはい、ライフスタイルだから、それを宣伝するわけなんで、うん、もうほぼ一緒なんですよ、うん、僕からしたら、うん、だからめっちゃやりやすくて、うん、けどなんか全く知らないものをちょっとなんかあるじゃないですか、このペンを一枚とか、うん、そういうのは全然わかんないです、あ、その営業術みたいな知らないですか、自分をちゃんと言い込んで、うん、自分のなんか自信を聞くし、うん、っていうのはまあ得意かもしれない。僕はだから YouTube 見てる人たち、これね、男性陣お得ですよ。僕ね、30代、40代、僕ら世代に取り組んでるんですよ。ああ、はいはいはい。で、ちょうど彼らってほら、ね、若い時を経て、うん、これからってね、いろいろ取っていったり、いろんなね、持てなくなったり、いろいろあると思うんですけど、はい、自信を取り戻したいっていうのはね、おー、あの、現実、YouTube 見て、さらにね、それこそでも、キックボクシングに通うとか、すごいいいと思います。そうですね。見た目も改善されるし、さっき言った自信とか。うん、ちなみに元気さんの格闘技のこうイメージというか、はい、なんかこうありますね、まあ、試合に出たことがあったり、ね、始める前はもう怖いとしか思ってたんです、うん、もうなんか怖い、なんかやりたいな少し思ってたりとかあったんですけど、うん、やっぱ怖さがあって踏み出せなくて、けどまあコロナとかで外に出られなくなった時に、うん、なんかやっぱ家にずっといるのストレス溜まってたんですけど、うん、体を動かそうっていうので、まあ、最初本当にあのスパーリングとかなしのフィットネスみたいな感じで、うんうん、で、その時から、あ、楽しいなって感じになってきて、うん、いざスパーリングやってやっぱまた怖いなっていうのが出てきて、うん、みたいな、ほんとその繰り返しでやってきました。試合にリングに上がる時って、なんかどういう心境だったの？その、ブレイキングダウン、うん、今4回、5回計、あの0回大会は合わせると4回、うん、4回ですね、出てるんですけど、うん、そうです、ケージの中、うん、もうあの時入ってるんであんまり、うん、その緊張っていうかもうなんか、あ、なんかもうやり合うや、うん、そうしたと思うんです、うん、試合前はめっちゃ緊張します、緊張しますか、ナンパの試合ですね、ナンパ全然緊張します、本当に記者会見とかなんかうまそうですけどね、いやもう相手の心をこうね、いや全然そんな煽り合いとかも実際ブレイキングダウン全然目立ってなかった方だと思うので、うん、喧嘩とかそんなやってなかった、そんなってほとんどやってなかったんですよ、うん、結構ブレイキングダウンってそういう喧嘩自慢みたいな人多いじゃないですか、うんうんうん、僕全然
通に野球とか、うん、野球部とかで礼儀正しくスポーツやってたんで、うん、あんまり煽れてなかったです。うん、ね、でも礼儀さんみたいな人が格闘技やってもらって、さらに男になりたいっていうね、うん、嬉しいですね、格闘技の委員会からするとね。本当ですか、うん、本当になんか、うん、でもそのおかげ少しずつ自信とかはついてくる、うん、楽しいですよ、うん、ちょっと最後に聞きたいんですけど、はい、レニさんもナンパします、はい、一番ナンパしやすい女性ってどんなんですか。それごめんなさい、最後の質問でこんなに言われますけどあのしやすい女性ってあんま見ることなくて、うん、その僕がナンパしているってやっぱりなんか理想の女性を見つける旅みたいな感覚で世界に、日本みたいな感覚でやってるんで、お理想の女性、はい、だからタイプだな、可愛いな、あなんかそうなの聞かれるなっていう人にどんどん行くスタイルなんですよ。だから引っかかりそうやなっていう人に別に行きたいと思わないというか、まあなんとなくわかるんですよ、そういうなんとなくわかるんですけど、うん、でもそこに対して僕はなんか、まあ、計算やしてなかったりしてないので、割と行きたい人にいつでも行動を起こせることっていう感じでやってるんです。なるほどね、もう自分がこれって狙ったらそれに行けるっていう自分の自信持っていくっていう感じですね、うんうん、まあ、それが成功するしないにしてもやっぱアプローチして、うん、なんか成功しなくてもなんかちょっとでも笑ってもらったら嬉しいなっていう感覚とかは僕はあるんで、うんうん、ちなみにですね、はい、あのほらナンパされたい女性にね中にいると思うんですよ、はいはい、でもナンパされたくない女性もいると思うんですよ。確かに確かに。これっていうのは逆にナンパされたくない女性、これしづらいなこの人っていう感じってなんかあるんですか。早歩きとか。早歩きしてて、もうなんか、なんていうんだろう、うん、なんか逆にだ僕は好きなんですけど、うん、早歩きして自信持って歩いてる、胸張って、うんうんうん、っていう人は結構ナンパ界隈では話しかけにくい、うん、成功しにくいって言われてるんですけど、うん、僕は逆にそこ行きたいっていう感じ、うん、なんか自信持ってていいなって聞かれるんで、うん、だから僕はもうダメ元でも行くスタンス。でも絶世の美女でそういう感じの人来たらタイトルマッチみたいな感じですね。そんな感じです。しゃ行くぞ。全然無視されることもあるんですけど。うん、ありますやっぱり。全然あります全然あります。勝率って何番なんですか？どうなんですかね。その場所にもよるんですけど、やっぱ渋谷とか新宿ってそういう警戒心高いというか、なんかキャッチとかスカウトとかもなんかまあいたりとかで、うん、警戒心高いんで全然無視されるっていう場合だって。場所によってか。そういうこと。10から20でいい方じゃない。だから場所によったり、そうかそうか、10から20%、うん、逆にナンパしてほしいっていう女性たちってあるんですかって感じ。ああ、いるんじゃないですか、なんか、まあ、ナンパ待ちしてるみたいなとかは、うんうん、いるとは思います、はい、ちょいちょい、でもあんまりいないじゃないですか。それこそコリドーバーとか、あんまコリドーバー行ったことないんで、撮影で数回行ったことあるんです、うん、とかはいるイメージ。コリドーガイ、コリドーガイ、わかんないですか、なんか、あれわかります。あ、喋っちゃいけないか、なんか新橋とかの方にある、なんかサラリーマン、ちょっと絡まってるサラリーマンの人たちが、うん、まあなんか、それナンパして、ご飯、なんかナンパ街みたいなのがあるんですけど、最近テレビとかですね。へー、あ、そこにじゃあ、どこの出身ですか。僕はね、もう仲間の青森です。あ、そうなんだ。ゲンさん、出身はどこ？出身は僕、愛知県です。あ、愛知だ。あ、愛知って言うと、なんか、あ、じゃあやんちゃしてたんだって言われるイメージがね、朝倉君と一緒に。そうそうそう、僕、まあ全然そんなことないですやんちゃじゃなくて、なんかのほうに進みましょうか。はい、ということで、今日はゲンさんが取りに来てくれました。いやいや、本当に格闘技センスあります。うん、ブレイクダウンも出てるし、あと今日もスパーリング見てもミット持っても、あのすごいセンスあるんで、またぜひちょっと続けて、はい、またいつでも来てください。ありがとうございます、はい、ちょっともっと強くなって、はいはい、またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。